新年明けましておめでとうございます。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。またインターネット中継をご覧の皆様ありがとうございます。開始時間が遅れてしまいましたことを、お詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。それではですね、ただいまより明日後楽園ホールで行われます GHC ジュニアヘビー級王座決定戦の調印式並び GHC タッグ選手権 GHC ヘビー級選手権試合の調印式を行いたいと思います。それでは、調印式前にまず、ノア会長内田雅之より皆様にご挨拶がございます。皆様明けましておめでとうございます。明日7日18時より後楽園ホールにて2017年のノアがスタートいたします。昨年、いろいろ皆様をお騒がせすること多々ございましたけれども、最終的には、ノア一丸となりましてですね、ノア内部での構想が始まるという舞台になりました。創業者の意思を再び取り戻して、今年はノア・ザ・リボーンという言葉を合言葉に、ノア内部の群雄割拠を皆様に見ていただきたく、選手スタッフ一同邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。昨年は鈴木軍を排除し、ノアのエメラルドグリーンを取り戻すためにノア選手頑張ってまいりましたが、これからは一丸として敵に立ち向かうんではなく、内部の全ての選手にチャンスが与えられます。全ての選手たちがGHC のベルトを目指して戦っていく様をどうぞ皆様ご期待ください。以上です。はい、ありがとうございました。それでは、まず、明日行われます GHC ジュニアヘビー級王者決定戦の調印式を行いたいと思います。それでは大原選手、石森選手お入りください。それではまず、大原選手より明日の決戦に向けての意気込みをお願いいたします。はい、今年もよろしくお願いします。まずタイトルの、その意気込みの前にちょっと一つ確認したいことがいくつかあります。まずこのベルト後その返上をですね、小峠選手が返上したこと、自分はあまり納得をしてないというか、ちょっとこの状況どうなんだろうかというところは、思っております。そして、ですね、この決定戦なんですけども、まあ、石森選手はもう最多防衛記録を持ってますし、実力も、ね、もう言うことないんでここに並ぶのは分かるんですけども、なぜいきなりこの決定戦に僕が名前が挙がったのか、これは僕が思うということはお客さんの大半が思っていることじゃないのかなと思うので、ちょっとまずこの調印の前に会長の方からみんなにちょっと説明してもらえたらなと思ってるんですけども、会長どうなんでしょうか。まあ、今の大原選手の疑問は皆様も思われていると思いますけれども、まあ、私自身、ノアのに来ましてですね、いろいろ試合を見せていただいて、巡業にも帯同していただいて、まあ、大原選手自身もよく前から存じ上げておりますので、彼自身、メキシコアレナメキコで NWA のベルトを取ったこともありますし、保持してましたので、この1月7日のノアの大会で、この2人のカードはもう申し分ないカードだと思っておりますので、この大会を決定いたしました。まあ、そういうことなんですけども、まあ、ノア・ザ・リボーンの旗印の下で行われる試合としては、十分見ていただく価値があるんじゃないかなと。意外にアドリブ弱いので突然振られてこういうことですけども、実際そのことでやっていただきたいと思います。ありがとうございます。今のね、会長からの言葉を聞いてお客さんがどう思われたか、僕は分かりませんが、まあ、決まった試合なので、
とにかく、自分はノアザリボーンという言葉がある通り、やっぱ新しいものを見せなきゃいけないと思ってますので、やっぱ石森選手はね、最多防衛を持ってるぐらいなので、やっぱノアのジュニアの顔であるので、やっぱ中島選手が今時代を変えて、やっぱ若い力を押し出している中で、自分がやっぱ勝つことがそれに続けることだと思うので、やっぱそのノアザリボーンというね、やっぱテーマもある中で、自分が新しいノアジュニアの顔になるためにやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。それでは今の大原選手のコメントを受けて、石森選手、意気込みをお願いいたします。はい、今年もよろしくお願いします。正直、今回の決定戦なんですけど、まあ、ジュニアは、小峠、原田、拳王など、そういう下の世代に譲ろうかなというふうに思っている自分もいました。ですが今回ね、いろんなやつがヘビーに上がって、そして自分がやっぱりもう一度ノアジュニアを再生させるためにも、ここは僕が上がっていくべきじゃないかなと思ったので、今回の決定戦は望むところだと思います。必ず勝ってノアザリボン再生させてみます。ありがとうございます。それでは、質疑応答をお受けしたいと思います。ノアに、まあ、所属する前からですね、フリーとして長い間ノアに上がらせてもらって、もう3年半、もうすぐ4年になるんですけども、やっぱり自分の中で、自分のキャリアの中で一番長く上がって戦わせてもらっているリングがノアなので、やっぱそのノアのリングのベルト、まだ一度も巻いたことがないベルトですね。やっぱそのベルトをどうしても巻きたいという気持ちは非常に強いですし、やっぱノアへの感謝の気持ちとか非常に持ってます。でそしてやっぱりその相手がこの石森泰治というシチュエーションですね、これはやっぱ僕にとってはちょっと特別なことで、練習生の頃から見ている先輩であり、その頃からがベルトを持っているチャンピオンのね、もう言うならばもう雲の上の存在ですよね。そういった先輩とこういうシチュエーションを与えられるってことは、まあ、ノアの今の流れとか運のじゃ完全に個人的なものなんですけども、自分としてはすごく特別な思いがやっぱありますよね。だからそういった今このシチュエーションを非常にありがたく思ってますし、すごくなんていうんですかね、こう今までのノアになかったような試合を僕らでやっぱ作り出せたらなっていう気持ちはすごく強く思ってます。僕はこの GSC ジュニアのベルトを取るのに6年かかりましたし、7回目の挑戦でやっと取れたベルトなんで、その辺をやっぱり価値あるものにしていきたいですし、そんな誰でも負けるようなベルトじゃないんで、その辺をちょっともう一度再生させます。はい、自分ちょっと12月からやっぱりそのノア内部の、さっきも会長が言ってましたけど、やっぱノア内部の戦いを活性化するってことがやっぱテーマだっていうのは自分も先月から思ってたので、やっぱ自分ちょっと発信しなきゃいけないなと思って、やっぱ石森さんもそうですけど、小川選手にもちょっとこうやりたいっていうような意思表示はしてたんですけど、やっぱりこの人がいなくなったことによってね、お客さんもすごい心配してると思うし、どうなんだって思うところただあると思います。だから自分的には、まあ、例えるなら本当食材が少ない中でいかにいい料理を作るかっていう、そういうので一緒で、今いろいろアイデアを使ったりとか、そのあるいるね人材でいかにいいものを作っていくかっていうのがね、これから大事になってくるのかなと思うので、そういうのを率先してね、まあ、引っ張って舵取りやっていきたいなと思ってます。正直今は明日の東海での街に頭いっぱいなので、将来的なビジョン、これはちょっとまだまだ考えている最中なので、ちょっと待ってください。志森さん、先ほど大原選手から登竜門での縁っていうのが、また改めて強調されましたけれども、それについては何か。そうですね、まあ、大原とはもう練習生の頃から試合ですし、自分自身ももう長い付き合いで、まさかね、巡り巡ってこうやってタイトルマッチできるのは、まあ、ちょっと感慨深いものがありますよね。ただ僕もやっぱ先輩ですし、負けられないですし、まだ負けてないと思ってるんで、その辺は勘違いしないと思います。よろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。それでは、証言書の方にサインをしていただきたいと思います。ではまず、大原選手の方からサインの方をお願いいたします。
では続きまして石森選手、サインをお願いいたします。では最後に、内田会長サインをお願いいたします。3名のサインが入りました。それではフォトセッションを行いたいと思います。両選手会長はその場にお立ちください。第33代 GHC ジュニアヘビー級選手権試合は明日後楽園ホール第5試合で行われます。どうぞ皆様ご期待ください。では会長一旦お戻りください。ではお二人でありがとうございました。それでは続きまして GHC タッグ選手権試合、チャンピオンチーム塩崎豪マイバッハ谷口組対挑戦者チーム丸藤直道小峠敦史組の調印式を行いたいと思います。それでは、両チームお入りください。それではですね、明日のタイトルマッチに向けてまずは小峠選手より意気込みをお願いいたします。皆さん新年明けましておめでとうございます。そして今年もよろしくお願いします。そうですね、今年1年、進化が問われる1年だと思います。まあ、タイトルマッチに関しては、もうメンタル面も仕上げてきて今は、自信があります。今も本当に勝つイメージしか湧いてません。まあ、でかいからってね、本当に安心してる奴らは俺もう本当に今年1年ガン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 食っていこうと思ってますんで、のっけから荒れていきます。ありがとうございます。ではパートナー小峠選手のコメントを受けて丸藤選手意気込みをお願いいたします。はい、新年明けましておめでとうございます。そうですね、まあ、今回は、小峠の発信で、このタイトルマッチにつながったわけですけども、まあ、会長が言ったように、誰にでも、まあ、チャンスが与えられるという中で、やはりその行動に出るか出ないかによって本当に、表に出ていける人間、そうじゃない人間っていうのが決まっていくと思うんで、それがベルトを持っていたとしてもそこは変わらないと思うんで、まあ、せっかくこういう機会ができたんで、まあ、2人でベルトをかっさらって、とにかく明るいタッグチャンピオンみたいなそんなものを目指していきたいなと思います。ありがとうございます。それでは今の挑戦者チームのコメントを受けて谷口選手より意気込みの方をお願いいたします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年一発目から、タイトルマッチということで、野技リボンという言葉を、まあ、今年から、まあ、今年も新たに、まあ、生まれ変わったつもりで、まあ、小峠選手が、まあ、ヘビー挑戦ということで、食われないように、はい、必ず、勝つのは自分たち2人で応援したいと思います。ありがとうございます。では塩崎選手お願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2017年一発目の大会でこうして自分と谷口が持っているこの GHC ヘビーのタッグのタイトルマッチができると、そしてその相手に、丸藤選手、小峠選手が相手だと、そこでやっぱりこの小峠選手のヘビー級転向でいいんだよ、まあ、ヘビー級転向、まあそうですね、ノアヘビー級の厳しさ激しさというものを思い知ってもらって、しっかりとね、ノアのヘビーのリングに立つその覚悟というものを受け止めた上でしっかりと防衛してノアザリボーン、この GHC タッグとともに生まれ変わっていきたいと思います。ありがとうございます。それでは、ご質問を受けしたいと思います。そうですね、まあ、彼がノアに来た、5年前、6年前ですかね、その時の一発目の間は自分だったんでね、
その時は、ジュニア、ノア、ノアのヘビーという対戦でしたけども、まあ、あの時の気持ち、そういう覚悟というものを感じましたし、まあ、今回もヘビー級に来たという覚悟はあると思うので、そこを思いっきり受け止めた上で、しっかりと弾き返して、叩き潰したいと思ってます。可能性は無限大にあると思うんで、まあ、ただその彼がジュニアで戦ってきたスタイル、そういうものをそのままヘビー級に持ってくるのか、それともヘビー対ヘビー級に、応じた何かをしっかり、練ってきているのか、まあ、そういった部分はまだ、聞いてないので、まあ、それこは別になんか逆に変に話し合うよりは、おそらく小峠敦という人間は僕と結構フィーリングが似てると思うんで、もう試合でおそらくそこは見せつつ、見せられつつ、お互いが歯車があった時に結果が出るんじゃないかなと思ってるんで、うん、可能性は無限大、それを見せたいなと思います。そうですね、まあもう本当に、最終戦終わってからまっすぐ明けの会見でこのチャンスをいただいたんで、まあ、正月休み返上してもうこのタイトルマッチ必ず取りに行く覚悟でまあ練習してきましたし、はい、まあ本当にそれも今の自信につながってます。そういう練習をしてきました。それでは、調印書にサインをしていただきたいと思います。ではまず、挑戦者チーム、丸藤選手、小峠選手にサインの方をお願いいたします。ではチャンピオンチーム、塩崎選手、谷口選手、サインをお願いいたします。それでは最後に内田会長さんをお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではフォトセッションを行いたいと思います。両チーム内田会長はそこでお立ちください。GHC タッグ選手権試合は明日後楽園ホール第6試合で行われます。お願いします。チャンピオンチーム塩崎号前場谷口組対挑戦者チーム丸藤直道小峠敦組でございます。小峠選手ヘビー転向初戦となりますので、どうぞ皆様ご注目ください。それでは一旦内田会長お戻りください。以上をもちまして GHC タッグ選手権試合の調印式を終了いたします。選手はご退場ください。それでは、最後に、明日メインイベントで行われます GHC ヘビー級選手権試合の調印式を行いたいと思います。それでは、挑戦者の、杉浦選手、チャンピオン中島和子選手ご入場ください。それではまず、挑戦者杉浦選手よりタイトルマッチの受け止め意気込みをお願いいたします。意気込み、まあ、俺が中島からベルトを奪い返すだけ。ちょっと今の挑
挑戦者の意気込みを受けてお願いいたします。まずは新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そうですね、一発目から本当にでかい壁が立ちはだかったなと思いますけども、まあ、これを超えなければ意味がないと思うし、今年2017年は俺の年にしたいと思ってますので、新年から俺は止まらず行きたいと思います。ありがとうございます。それでは、質疑応答をお受けしたいと思います。そうですね、まあ、本当に数ヶ月前、まあ、去年は本当に逆の立場だったので、まあ、本当にここ半年ぐらいの期間でその景色が変わったというか、それはもう時代の流れというか、今ノアに求められるものが少しずつ僕は形になっていると思っているので、まあ、今年早速杉浦隆という今までのね、本当にノアの顔をいい意味でぶっ壊して新たな光を俺が見せたいと思います。椅子を使ったりとかっていう戦いが、まあ、去年の2回はそのような戦いでしたけれども、まあ、杉浦さんはまあ椅子を、まあ、現在は使っていないという状態で、肉体の削り合いになるんじゃないかなって期待するファンの人も多いと思うんですけれども、どのような戦いを思い描いてますか？いや、正直言っては想像つかないですね、はい。まあ、今まで椅子を使ってきたし、最近だって、ね、その椅子を使わなくなっただけで、もしかしたら明日は分かんないし、そもそも言ってることもやってることも分からないので、明日の試合でそれをはっきりしたいなと思います。お前さ、遅れてきたんだろ。何偉そうに質問してんだよ。お前のせいでみんな迷惑かかってんだよ。申し訳ないです。謝れ。すいません。カメラに向かっても謝れ。神戸を垂れろ。謝れ、こっちで。カメラに向かって謝れ。何ハゲ見してんだこの野郎は。下がれ。ね、何だよ質問は。何笑ってんだよ。ふざけてんのか、おい。ベルトを取ってやってみたいことを教えてください。俺が王様だったら一番偉いんだよな。俺はノアに喧嘩売ってんだよな。一人ずつ、ノアの選手一人ずつ防衛してって、俺の防衛記録塗り替えるだけだよ。分かったハゲ。これ質問の方でしょうか。よろしいですか。それではですね、調印書の方にサインをお願いしたいと思います。でまず挑戦者の、杉浦選手よりサインをお願いいたします。ではチャンピオン中島選手、サインをお願いいたします。最後に内田会長、サインをお願いいたします。3名のサインが入りました。それではフォトセッションを行いたいと思います。両選手会長はその前にお立ちください。
GHC ヘビー級選手権試合は明日後楽園ホールの第7試合メインイベントで行われます。試合開始6時となっております。ぜひ皆様ご来場の方お待ち申し上げます。ありがとうございます。では会長一旦お戻りください。では、中島選手、杉浦選手の、通常等写真をご覧いただきたいと思います。また当日券の方ですね、4時から販売となっております。皆様のご来場の方お待ち申し上げます。ありがとうございます。では以上をもちまして GHC ヘビー級選手権試合の調印式を終了いたします。選手はご退場ください。では以上をもちまして本日の調印式を終了したいと思います。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。